満開の桜の木の下、私はあなたと。ひょっとして家から走ってきたの？ううん、私も今来たところだよ。修行までまだ時間があるから、桜を眺めながらのんびり行こうよ。日差しもだいぶ暖かくなってきたもんね。あ、そういえばひまりちゃんはあの噂知ってる？うちの学校の中庭に植えられた10年に一度だけ満開に咲き誇るっていう伝説の桜の木。その木の下で大切な人と一緒に幸せを願うと、その願いは必ず叶うんだって。めっちゃロマンチックだよね。まさか私たちがその年に巡り合えるなんて、運命を感じちゃうな。やあ子猫ちゃんたち、今日もとびきりの笑顔を見せておくれ。ああ、うららかな日の光と子猫ちゃんたちの笑顔、なんて儚いんだ。いや、君は。いたずら好きな春の妖精さんだ。子猫ちゃんの麗しい髪に吸い寄せられてしまったようだね。この花びらはもらってもいいかい？お姫様との儚い出会いの記念に。それでは、いずれまた会おう。行っちゃった。やっぱりカオルさんって素敵だな。ひまりもやっぱり瀬田先輩狙いか？やれやれ、王子様に夢中で私に気づかないなんて薄情なやつだな、ひまりは。とぼけるなって。瀬田先輩を見つめるひまりの目、ハートになってたぞ。誘われてる？何のことだ？おお、さすが幼なじみ。私のこと何でも知ってるんだな。分かってるって、それくらい。お前に言われなくたってさ。じゃあ私は部活のおされに顔出してくるから、ひまりも誰かと一緒にお願いしてもらえるよう頑張れよ。やれやれ、みんな元気だね。夢があるっていうか、なんていうか。いや、浮かないってほどでもないけどさ、この一週間学園中あの噂で持ちきりじゃん。みんな疲れないのかなと思ってね。そうそう、私的にはそろそろお腹いっぱいっていうか、なんでそんなに大騒ぎになるのか分かんなくて。
りゃ信じるわけないでしょ。桜が願いを叶えてくれるなんてそんな夢みたいな話、現実にはありえないって。逆にそうやって信じられることが羨ましいよ。私はみんなロマンチストというか、なんというか、っていうか、そんな簡単に願いが叶うなら誰も悩まなくない？うん、なんでも。それじゃあ私は先に行くけど、放課後の部活練忘れないでよ。試合も近いんだから。まったく、みんな浮かれて最低だわ。だから学校っていうのはくだらないのよ。二人でだの一緒にだの、ほんと IQ が低いやつばっかりだわ。どうせ少しでも気に入らないことがあれば勝手に離れていくくせに。あの子は隣のクラスのチュチュちゃんじゃないかな。私たちより年下だけど飛び級して同じ学年って聞いたことあるよ。それは多分チュチュちゃんが一年に数回しか学校に来ないからだと思うよ。チュチュちゃんはテストがある時だけ登校してオール100点を取っていく天才だって友達が話してたよ。何？あなた、私に何か文句でもあるの？どうせあなたたちも伝説の桜の木なんていう噂を信じてるんでしょうけど、期待するだけ無駄よ。バカバカしい。何がだよ。どうした、ひまり。なんだよ、そんなに驚いて。そんなとこに突っ立ってないで入ってこいって。どうせまた教科書忘れて借りに来たんだろ。お前はほんと昔っからドジだからな。あれ、違うのか。じゃあ笑われるって何のことだよ。まあ、なんか話したくなったらいつでも話しに来いよな。私たちは幼馴染なんだから遠慮すんなよ。
な。今日のひまり、なんかやっぱりおかしいぞ。あはん、もしかしてあれか、桜の木の話。お前と何年幼馴染やってると思ってんだよ。あれだろ、どう瀬田先輩を誘うかとか、そんなこと考えてたんだろ。え、違うのか。それじゃあ何を考えてたんだ。じゃあさ、誰を誘うかもう決めたのか。ああ、まあな、まだ誰とか決めてるわけじゃないけどさ。ただ、これだけは言える、ひまり、安心しろよ、お前だけは絶対にないからさ。なあ、おいひまり、ちょっと待ってくれ。実は一つ頼みがあるんだ。そういうんじゃなくて、よかったら私と一緒に桜を、そう、ラーメンでも一緒に作らないか。 いいだろ別に。なんか急にひまりとラーメン作りたくなったんだよ。でどうなんだ、私と作ってくれるのか。お前もういるのか、一緒に行く相手。別にそれはいいけど。いや、ひまりと一緒に桜を見るなんて物好きなやつもいるもんだなって思ってさ。いいよいいよ、細かいことは言わなくても。私もそこまで野暮じゃないしさ、こうなったら最高の桜餅作ろうな。ひまり、お邪魔するな。お、準備万端って感じだな。っていうか、張り切りすぎじゃないか。ああ、材料は買ってきたぜ。
ろ別に、私とラーメン作るんでもさ。なんだよ、ラーメンでも桜餅でも一緒に作るのには変わらないだろう。それともそんなに手作りの桜餅を食べさせたい相手がいるのか。いや、そうだよな。お前にもそういう相手の一人や二人いるよな。ごめんな、変な詮索してさ。よし、桜餅作ろうぜ。バカだな、ラーメン作ろうなんて冗談に決まってるだろ。これくらいしないと面白くないだろ。幼馴染なんだしさ。お、任せな。あ、悪い、粉ひっくり返しちまった。ごめんな、ひまり。サンキュー。なあ、このあんこの鍋、なんかやけに香ばしい香りがしないか。火とりあえず止めといたからな。なんかメッセージ来た。おお、クラスの女子からだな。あたしと伝説の桜の木が見たいってさ。まあ後で何かしら返事しとくよ。なあひまり、あとこれって桜の葉っぱを巻くだけでいいんだよな。へえ、結構よくできたんじゃないか。あとは味がどうなってるかだな。どれ、一つつまみ食いっと。見ろよ、初めてにしては私ら頑張ったんじゃないか。よかったな。あとは本番でひまりがいつものドジをやらかさないかだけだな。お、ああ、まあ後でな。ちょっと、そこ、私の縄張りなんだけど。いいわよ、別に。どうせ年に数回来る程度だし。今日は特に最低な日よ。中庭には絶対近づかない。こんなところに突っ立ってて、あなたも私と同じ中庭で騒いでる連中に混ざりたくないってこと。おっ、何よそれ。中庭にたむろしてる奴らよりよっぽど立ちが悪いわ。あなた、一体その人と何のために一緒にいるの？うまく言えないとか、それはただ逃げてるだけね。本気で向き合えないのなら、そんな関係やめてしまいなさい。
おいお前、私の幼馴染に何してんだ。何を急に割り込んできて。あなたこそ何なの。そんなことどうだっていい。お前が誰だか知らないけど、ひまりに喧嘩ふっかけるって言うなら私が相手だ。ひまり、大丈夫か？なんだって。ほんとバカバカしいわ。勝手に勘違いして熱くなる前に目の前の人間をちゃんと見たら。あなたたち、じゃ私はつまらないからもう行くわ。目の前の、ひまり、それは私だって同じだ。今日ずっとひまりのことを探してた。どうしても伝えたいことがあったから。頼む、私のそばからいなくならないでくれ。瀬田先輩じゃなくて、私にお前のことを守らせてくれ。だってお前が今日一緒に桜の木を見に行くのって瀬田先輩だろ。あれ、そうじゃなかったのか。なんだよ、私の勘違いだったんだな。今のままじゃダメなんだな。私も正直言うとずっと強がってた。それに瀬田先輩のことがなければひまりはなんだかんだ一緒にいてくれると思い込んでたんだ。悪い甘え方だよな。それじゃあダメだよな。約束するよひまり、私がひまりを幸せにしてみせる。満開の桜の木の下、私はあなたと。これは私にとって嘘のような4月のある一日の話。強がりで素直じゃなくて、でも最高にかっこいい私の幼馴染。きっとこの日のことは二人でラーメンを食べるたびに思い出すかも。